この先があの登山道の駐車場なんですけど、その手前にマップとトイレ、綺麗なトイレがありましたよ。ここで行かないと駐車場まで行っちゃうともうトイレないので、めちゃくちゃ綺麗、新緑と山桜。駐車場から1キロぐらいかな、1キロ2キロ舗装林道が続きました。ここから未舗装になりますね。つづら折れの杉林の道、ずっと歩いてきました。結構上がってきたつもりなんやけど、なんとここに恐怖の1号目って書いてあるよ。1号目びっくり。まだ1号目ですか。まだ2号目。頂上まで3150m、 遠い。植林されたところを抜けたのかな。3号目。休憩所出てきた。一服しますか。さっき3号目で職人隊終わったんかなと思ったらまた始まりました。この下が休憩所。5号目の小屋に来ました。めっちゃ立派。すごいなこれ。だいぶ上がってきました。うっすらと木の向こうに海の部屋が見えてます。だいぶ上がってきたな。むちゃくちゃ綺麗。下からずっとこんな歩きやすい道が続いてるんで、そこだけ捉えたらスニーカーでも上がれそうなね感じですよ。キツツキがコツコツやってる。ブナやね。
立派。もう9合目を過ぎて、もうちょっとで頂上みたいですよ。ちょっとかすってる、かすんでるな。ブナの日が、ウニュクニュ。大御富士。そして振り向くとガビーン。なんか頂上直下に階段があるとは聞いてたけど、むっちゃ急やし。すごいなこれ。この階段を作った人を尊敬しますね。到着。すげえ。これはすごいね。こっちが西川琵琶湖の方。ちょっと霞んでて見えへんけどな。こっちが南。わお。すごいね。ほら、すごい。あ、鈴鹿の山々。すごーい。山でしたね。歩きやすくて優しい感じ。本当に楽しかったな。もうちょっと歩いたら駐車場です。